皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ本日も始まりましたトッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はロシア国防省のうっかり発表とドイツのクーデターで参ります。本日はですね、ロシア国防省のうっかり発表ということで、ウクライナ情勢とドイツのクーデター行きたいと思いますが、まずはウクライナ情勢から行きましょう。ISW ですね、12月6日の報告書でございますが、この報告の中にかなり面白い箇所がありました。それは、ロシアの国防省がうっかり発表してしまって、今世界中がそこロシアが占領していると思っていたエリアが、実はウクライナに取られているっていうことを、ロシアの国防省自らが発表してしまったっていう、そういう話でございますね。そこにウクライナの司令部があるから攻撃したんだって、勇んで言ったんだけれども、あれそこってロシアが占領してたんじゃないのっていうですね。うん。ウクライナに取られちゃったのっていうことをロシア国防省が認めてしまった。場所はスバトボ。こちらでございます。スバトボの北西25キロぐらいかな。行ったところにキスリフカという町があります。で、キスリフカっていう町は同じ綴りで、ヘルソンにも2カ所あったりするんで、まあ、ウクライナの国内にいっぱいある町の名前かもしれないですね。スタンダードな。今回はスバトボの北西25キロ、キスリフカというところ。以前ですね、このキスリフカのすぐ上のところに、ヤヒドネという、ちょっと読み方がいまいちわからないヤヒドネというところが、どうやらウクライナ軍が奪還した模様だっていう情報をお伝えさせていただきましたけれども、その下にあるもっと大きい町ですね。もう少し大きい町。それがキスリフカ。なので、ヤヒドネの奪還ももう間違いないと思います。プラス、このキスリフカというところもウクライナ軍が制圧している、解放したということですね。着実にクペンスから幹線道路をですね、スバトボに向かって南下をしているということです。これがじわりじわりとウクライナ軍成功しているというのが確認できたという状況でございますね。スバトボへの圧力がまた一つ強まったというお話でございます。ではもう一個だけ行きましょうか。ウクライナ情勢ですけれども、ロシアのですね、大人気の右翼のおじさん、イゴール・ガーキンさんという方が、ロシア、国内に帰国したっていう話です。前線に、出ていたんですけども、動員兵か士官兵かわかりませんが、出ていたんですけれども、この方がロシア国内に帰還しましたっていう話ですね。です。この人というのは、2014年のユーロマイダンの時に、ドンバス地方、東部のドンバス地方のところで、まあ武装勢力が立ち上がってテロ活動を行って自称国家を名乗っていくっていう過程があります。その武装勢力を立ち上げた人なんですね。うん。首謀者です、この人が。なので、ロシア国内では有名で人気があるんですけれども、ブロガーやってます。ブロガーやってる。人差し指で買ってキーボード叩いてブログ書いてるんですけども、うん。で、この人が、まあ、かなりですね、やはり戦地では扱い困ったみたいですね。ロシア国内では有名人の人なので、どう扱っていいかわかんないって持て余していて、もう帰ってくれっていう感じになった模様でございます。で、この人が、帰ってまたブログを書いてるんですけども、かなりですね、真っ当なというか、それはそうだろうなってことを言ってまして、ロシア軍がですね、目先の戦術行動だけになっていて、戦争全体の戦略的な計画が弱いと。戦略計画を改善すべきだってことを言ってるんですね。もう本当にその通りで、戦略なんてものがありません、今、ロシア軍には。本当戦術戦術で、無理な突撃を繰り返しているような状況なんですけれども、しかしながら残念なことに、ロシア軍に今戦略計画を改善するような能力はありませんってことですね。まず、司令官が足りません。なので、小隊とか、中隊とか、なんだろ、肉声で届く、あっち系こっち系とか止まれとか進めとか、肉声で届くような小さな部隊の編成ができなくなってます。というのが ISW の報告で別の日に入ってますね、もう。で、イギリスの国防省もそういう分析してるんですけども、なので、ある程度大きい、大隊と中隊の間ぐらいのものを最小単位としないといけないような状況になっている。無線とか拡声器とかですね、他の、まあ、なんですかね、昔で言うと、まあ、太鼓ですよね。うん、武田の騎馬隊で言うと太鼓で号令かましてましたよね。肉声じゃ届かないから。今、ロシアってそういう状態になっている。太鼓は使ってないと思いますけど、そういう状態になっているわけでございます。さらに、指揮命令系統がむちゃくちゃになってますね。今ですね、ウクライナのに戦略していってですね、いろんな部隊が入り込んでるんですけども、こんな感じでものすごいいろんな部隊が入ってます。正規軍とか、あと予備役の動員兵、あと志願兵、あとワグナーグループですね、ワグネルの兵隊、あとはドンバス、ルガンスクとかドネツクの自称国家を名乗っているところの部隊、さらにはチェチェン、カディロフさんの部隊ですね、さらに、連邦保安局 FSB の部隊、さらには国家親衛隊という形でいろんな部隊が入り混じっていて、この部隊間の連携が全く取れていないので、一番下っ端になっているような動員兵とか志願兵の人たちはいろんなところから命令が飛んでくるという状況になっているわけですね。うん。つまり縄張り争いを戦地でもやってるんですよ、ロシア人っていうのは。
こんな状態で大きい戦略っていうのは、描けるわけがないんですね。統率は取れないということになりますので、この右翼のおじさん、イゴール・ガーキンさんが言ってるように戦略の改善というのは、ちょっとできそうもありません。残念でしたっていう、そういうお話でございます。はい。ではですね、ドイツのクーデターの話に行きたいと思いますけれども、BBC 行きましょう。びっくりでございますね。ドイツクーデター計画容疑で25人逮捕、議事堂襲撃を画策ということですね。うん。議事堂を襲撃して、制圧して、内乱を起こして、現在の政権政府っていうのを転覆しようということを考えていたってことです。25人だけではできないので、おそらく関連している人っていうのがもっといっぱいいるというふうに思います。これから続々と逮捕されるんじゃないかなというふうに思いますけれども、ひとまず25人が逮捕されたんですね。で、この内訳というのがもうほんときな臭い人たちの集まりみたいな感じになっていて、あと、この人は参加しちゃいかんだろう。つまり軍人ですね。現役の軍人も参画していたっていう話なんですけども、BBC のニュースだけだとあれなんで、他のニュースもいろいろ見た上で、BBC のニュースを貼っつけながら話をしていこうと思うんですが、これに参画していた人を取りまとめていた人が、死亡者が2人いるって言うんですね。そのうちの1人の人が捕まりました。こちらの人でございます。ハインリヒ13世という、まあ貴族の末裔だそうですけども、71歳の方ですね。この人が死亡者のうちの一人ということでございます。で、この死亡者のもとにどういう人が集っていたのかと言いますと、ですね、右翼関係者、元軍人というか現役の軍人もいます。これ特殊部隊の現役の軍人もいる。で、ロシア人女性、そして、キューアノンの信奉者だそうですね。うん、なんだこれっていう人たちで集まっているわけでございます。まずはですね、ロシア人女性の話からいきましょう。この記事には書いてないけども、今分かってるのでロシア人女性2人います。で、この2人の役割は何かというと、ロシア政府との連絡役になりますね。ロシア政府の方について、この、なんですかね、テログループに連絡を取る係と、あとはこのハインリヒ13世という首謀者の方にくっついてロシア政府との橋渡しをする役。この2名のロシア人というのが確認されている。なので、裏でロシアが関与してるんじゃないかっていう疑いが今色濃くなっているっていうことでございます。そして次がですね、右翼関係者行きましょう。右翼関係者。で、この記事の中に出ている右翼関係者は、ライヒスビルガーというですね、そういうまあ、運動があるわけですよ。ライヒスビルガーという、まあ、要するにドイツの中のネオナチ運動みたいなもんですね。ネオナチじゃない人も加わっているので厄介だっていうことなんですけれども、まあネオナチです。うん。で、この、運動というのはたびたび問題を起こしておりまして、議事堂前でデモを起こすなんてことは、まあ、これが初めてじゃなくてたびたびやってます。こんな感じでね。で、この時に、ロシア帝国時代の旗を使ってます。で、このロシア帝国時代の旗っていうのは、法律で禁止されていないんですね。ナチスの鍵十字はダメですよ。禁止されてるけれども、帝国時代の旗は似てるけれども禁止されていない。鍵十字が禁止されているので、帝国旗を使っているっていうのが特徴なんですね。なので、日本の旭日旗の話をするときに、ロシアの帝国旗禁止されてないじゃないかと。で、ロシア人も、ドイツ人も使ってるんじゃないかっていうことを、たまにおっしゃる方いるんですけども、あんまり対比させない方がいいです。うん。全然歴史も違うし、仕様も違うし、込められてる思いも違うので、ドイツのこの帝国旗と旭日旗っていうのを、あんまり対比しない方がいいですね。うん、と思います。なぜかというと、ネオナチが鍵十字使えないからこれを使ってデモをやってるからっていうことですね。そういうネオナチのシンボル的な、意味合いが結構ありますので、そういうふうに見られてしまう危険があるっていうことですね。うん。つまりですね、ネオナチと、やはりロシアも国家としてネオナチですから、ネオナチ国家ロシアとネオナチグループのこの親和性の高さっていうのがですね、また露呈してしまったんじゃないかっていう話です。で、次がですね、元軍人というところ言いましょう。これにはですね、現役の軍人もどうやらいる模様でございまして、それに関しては JSF さんがこんなツイートしてますね。捜査対象者には、陸軍特殊戦団 KSK の隊員もいたということで、で、警察はこの隊員の自宅と、あとシュツットガルトの南のカルフという町、ここに基地があるんですけれども、この基地のこの人の自宅ですね。逮捕された人の自宅の捜査もしているということで、つまり現役の特殊部隊です。現役の特殊部隊が混じっていたということですね。で、ちょっと話がここからフランスに一回飛ばしますね。現役の特殊部隊が混じっていることで、特殊部隊というのは極右思想が蔓延しやすいということを、JS さんはこのツイートで言ってるわけですけれども、これなんでこういうことを言うかというと、実はですね、
このクーデター、ドイツだけではなくて、かつて、フランスでもありましたっていう話なんですね。うん。それがですね、将軍たちの反乱といいます。現在のアルジェリアという国がありますよね。北アフリカになりますけれども、地図だとこういう感じ。北アフリカにアルジェリアという国があります。アルジェリアは1830年からフランスに植民地化されておりました。で、1950年代、民族自決の法則にのっとって、世界中でいろんなところがね、植民地から独立をしていくわけでございます。で、1950年代というのは、フランスの植民地が独立をどんどん動きを取っていった、そういう時期なんですけれども、アルジェリアも独立運動というのをやっていきました。うん、この時に、アルジェリアの独立に反対する軍人さんが、クーデターを企てたっていう話なんですよ。うん、これを止めたのが、皆さん名前聞いたことあると思いますけれども、シャルル・ド・ゴールという、シャルル・ド・ゴールという方。この人も元軍人で大将です。で、なんでこの時、シャルル・ド・ゴールさんが大統領になっていたかっていうと、1950年代から独立運動が起きます。で、軍部はその独立に反対だけども、政府は容認していく。もう世界的な流れを感じ取って容認していくということで、軍部と政府で対立が起こるんですね。で、フランスの国内の中もデモとかでいろいろ荒れていく中で、政府が求心力を失っていく。で、軍部と話し合いの末、シャルル・ド・ゴールさんというのを大統領で担ぎ上げていくわけです。なので、元将軍、元軍人のシャルル・ド・ゴールさん大統領になるんですけれども、当然軍部はこのアルジェリアの独立をシャルル・ド・ゴールが抑えるって思って期待していたわけですが、シャルル・ド・ゴールさんはもっと広い視野で世界を見ていた。この植民地がなくなっていくっていう世界の流れはもはや止められないだろうと。いうことですね。なので、アルジェリアの独立を容認していく方向に行くわけです。その時、アルジェリアで、軍がですね、臨時政府みたいなのを作ってますけども、そこと、会合、秘密裏に会合を重ねていくっていうことをする。それを察知した元軍人さんの人とかが、それはけしからんと話が違うじゃないかということで、クーデターを企てる。本部はアルジェリアにありましたけれども、この時に、フランス国内の空挺団、特殊部隊が呼応しておりまして、パリをですね、落下傘部隊が降りてきてパリを制圧するっていう、そういう計画があったっていうことなんですね。もちろんこれはシャルル・ド・ゴールさんによって抑え込まれてしまって、このクーデターは1週間ぐらいで不発に終わってしまうんですけれども、こういうことがありました。アルジェリアの首都アルジェに本部があったので、アルジェ一揆なんていうふうにも呼ばれます。アルジェ一揆ね、風にも呼ばれますけれども、まあこういうことがあったので、おそらく、まあ先ほどのようなツイートをされたんじゃないかなという気がいたします。では、ドイツのクーデターの方にもう一回戻りましょう。最後の関係者として Q アノン行きましょう。Q アノンですね。まあディープステートが世界を支配しようとしているっていう、まあそういう立て付けですね。で、陰謀論っていうのはですね、非常に奥が深くて、私も全部を語りきりはしません。本はいくつか持っていて、もちろん読んでいます。毛嫌いはしていないんですけれども、私が読んでいる限り、ちょっと信憑性に欠けるっていうのがありますね。まず、ディープステートというものがあるのかないのかっていうのは分かりません。あるかもしれないし、ないかもしれないですね。うん。ただし、私はちょっと無理なんじゃないのっていうふうに思ってます。うん。あるなしの前に無理なんじゃないのって思ってる。なんでかっていうと、ディープステートがアメリカの連邦政府の中にいる闇の組織みたいな感じでいるっていう立て付けなわけですよ。ところがですね、アメリカの連邦政府って職員何人いると思いますっていう話。行政府、立法府、司法で分かれてますけど、立法と司法はそんなに多くないと思いますが、行政府はやっぱり事務をするのでものすごい数の人員がいるんですよ。行政府だけで400万人いるんですよ。アメリカの連邦政府って400万人ですからね。うち100万人が軍人ですけれども、それ除いたって300万人いるわけですよ。300万人の人がいる組織の中で、秘密の、ディープステートという秘密の政府を作って、これ何十年もバレずに、どうやって運営するのって思うんですね。うん、絶対バレるだろうって思うわけですよ。逆に、いろんな国の工作員が連邦政府の中に入り込んでいて、おのおの工作活動をしていると。少数単位で工作活動をしていると、逆にこの人数がいっぱいいるので、紛れ込みやすいということになる。少数だと工作しやすいけれども、ディープステートという大きな組織を組もうとするとすぐバレるっていう。連邦政府ってそういう大きな大きな組織なんですね。ちょっと無理なんじゃないのかなという気がします。これはですね、まあ、興味があればいろんな本を読んでいただければと思うんですが、立て付けは非常に簡単です。ただし、奥が深くて、
その理由っていうところを探っていくと非常に難解で難しいんですね。簡単に例を例えると、むちゃくちゃ簡単なプラモデルがあるとします。本当にベチャってくっつけるだけで完成みたいな簡単なプラモデルがあって誰でも作れる。ところが、説明書が難しいんですよね。説明書が難しい。素材はすごい歴史があって、どこどこの国で作られたものがどこどこの国の誰々と出会ってこういう新しいものが開発されてるとか、この色というのは元来地球上にはなかった色なんだけれども、どこどこの貴族が開発してとか、まあとにかく説明書が難しいんですよ。なのでガチャってくっつけただけの簡単なプラモデルなんだけれども、ものすごい宝物を自分は作り上げてしまった、知ってしまったっていう感覚にさせるんですね。陰謀論で大体そんな感じです。うん。立て付けは簡単、でも説明が難しいっていうですね。そういうものになってます。なので自分は世界の裏側を知ったんだとかですね、真実を知ってしまったっていうような高揚感っていうのを知った人に与えるんですね。これが陰謀論の基本的な立て付けになります。今回のこの DS とか、あとロシアが言っているウクライナがネオナチだ、うんぬんかんぬんとかですね、そこに、ユダヤ人が関わってるうんぬんかんぬんとかっていうのも、まあ同じような立て付けでやってるということですね。こういう立て付けを発信している大元っていうのは基本的には信じない方がいいのかな、疑いの目で。ただし情報を毛嫌いする必要はないですよ。知りたければ勉強すればいいと思うけれども、疑いの目と言いますかですね、自分を保つ気持ちをちゃんと持ちながら情報に触れていくことが大事なんじゃないかなという気がいたします。とにかく、ロシアはこういうプロパガンダを撒いていて、今回もドイツのこのクーデターに関与している疑いが非常に濃いということですね。この戦争が少なくともこの戦争が終わるまではロシアの言うことっていうのは一ミリたりとも信用しない方が身のためなんじゃないかなという気がしてしまいます。はい、というところでですね、本日はロシア国防省のうっかり発表とドイツのクーデター、その中身というところを少し知っているところでお話をさせていただきました。というところで本日の内容以上でございます。ご視聴ありがとうございました。